こんばんは。毎週この時間は NMB48 の放課後ニュース。今週は滋賀県出身、ケイチこと上西ケイが名 MC を担当します。毎回 NMB48 のいろんなメンバーがゲストで登場してくれていますが、今週はこの二人に来てもらいました。どうぞ。はい、リリポンことストーリリカです。よろしくお願いします。ポンポンリリポン。わーい。はい、ゆりことたゆりです。よろしくお願いします。最近来てるゆりリポンじゃないですか。いやいや、オタク目線ですね。ゆりリポン、お好きですか？嬉しい。新曲ね、4月27日に発売された新曲もね、このお二人がチーム N のセンターをやってくれているので、はいはい、ダブルセンター、そうなんですよ。ぜひぜひ。じゃあね、今日は二人が来てくれたということなんですけど、はい、二人ともなんかこだわりがありそうなメンバーやから、確かにこだわりありますね。やろ、我が家のカレーという、うんうん、トークテーマでいきたいと思います。カレー、はい、なんか違う人と、はい、お、何、お、そもそも根本が違くて、何何、弟がいるんですけど、はい、あ、かわいい弟。弟はカレーがあんま好きじゃなくて、そうなんよ、ハヤシライス、あと、 あとビーフストロガノフっていう、あ、カレーっぽ いその2つで置き換えるっていう、うん、あ、そうなんや、不思議な家です。え、もう全然違うよな、カレーと、はい、別物やんな。違います、ね、サラサラですカレーより。あー、なるほどね、はい、じゃあもう普通のカレーを家で食べることはないんや。ないです。はい、リリカは食べれるの？はい、食べれます。なるほどね。いいやん、ビーフチチュー美味しいよな。美味しい。私は小学生の時までカレーが好きじゃなくて、うん、あ、そうなんや、分かる。最近好きになりました。蜂蜜、うんうん、と美味しそう、牛すじ、うんうん、で中辛、美味しそう。中辛が好きです。されてますな、蜂蜜入れるなんて。蜂蜜カレーが大好きで、甘くなるの？うん、なんか素材の良さが引き立つというか、うん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 、それで中辛で、ね、やっぱ辛いのがいいよね。うん、最近カレーの美味しさに気づきました。うんうんうん、そう、私も、私の家は、うん、お母さんがチョコレートを入れてた。うん、あー、そう、隠し味。あんまり、私味音痴やから、何でも美味しいって感じるから、特にチョコ入れたから何が変わったとかは分からへんねんけど、うん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 、でもチョコ入れてたな。うん、リンゴも、あー、たまに入れるかも。すごい。いいよな、カレーなんて久しく食べてないな。いい、ね、うん、久しぶりに食べたい。食べよう。また公園のね、お弁当でカレーやってもらおう。頼んで。公園前にカレー？そう。確かに、カレーないですね。うんうん、公園のお弁当で。まあね、カレーのお話を聞いていただきましたが、はい、まあこれからもね、自分のこだわりを持って、進んでいきましょう。そうですね。そうですね。はい、ということで NMB48 の放課後ニュース、このコーナーでは皆さんからのメッセージを募集しています。宛先は nmb@kbs.kyoto です。それではここで NMB48 からのお知らせです。リリポン、お願いします。はい、私たちのニューシングル天神姫はもうゲットされましたか？まだという皆さんはぜひゲットしてくださいね。その他、私たちの活動については NMB48 オフィシャルホームページをチェックしてください。祇園ラジオ NMB48 の放課後ニュース、お相手は私、ケイチこと上西ケイト、ストーリーリカと太田ゆりがお送りしました。バイバーイ。バイそれではゆりちゃん、曲紹介お願いします。はい、それでは聴いてください。 NMB48 で天神姫。こんばんは。毎週この時間は NMB48 の放課後ニュース。今週は京都府出身もかこと林桃佳がメイン MC を担当します。毎回 NMB48 のいろんなメンバーがゲストで登場してくれていますが、今週はこの方々に来てもらいました。こんばんは、ポンこと沖田彩香です。イエーイ。はい、うーかこと加藤優香です。よろしくお願いします。イエーイ、よろしくお願いします。お願いします。はい、今回のテーマはですね、うん、はい、ラジオネームやせもぐらさんからいただきました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。皆さんはもう一度これを食べたいっていうものはありますか、うん、とのことです。おー、なんかありますか？いっぱいあります。いっぱいある。お、じゃあ、うーか、なんかある？私食べることがほんまに好きなんですよ、うん、ほんで私北海道でよくお仕事させてもらうんですけど。あー、行ってるな。そうなんです。スタッフさんが、うん、なんか美味しいご飯屋さんに連れてってくれるんですけど、うんうんうん、なんかね、
イクラを、うん、もうこぼれるぐらい、うん、お寿司なんですけど、軍艦に持ってくれるお店があって、美味しそう。それがほんまに大好き で、うんうんうん、で、大阪にいたら食べれないじゃないですか。うんうんうん、だからほんまに北海道まで行って何回でも食べたい。食べれる？そう、食べたいの。そんな美味しいやん。北海道行きたい。もう美味しいものしかないんですよ、北海道は。海の幸が豊富ですよね、北海道はね。いいですね。取れたてほやほやなんで。うん、いいですね。おー、アッポンさんは何かありますか？はい、私あの結構地方に旅行に行くことが多くて、この間あの石川県で食べたあの高級魚って言われてるのどぐろがあるんですけど、あ、なんか聞いたことある。のどぐろもめちゃくちゃ美味しいし、あと香川県も3ヶ月に1回ぐらい行くんですけど、すごい、釜バターうどんがめちゃくちゃ出てる。釜バターうどん、はい、バター、そう、バターがね入ってるんですよ、はい、うどんに。バターとかめっちゃ、うどんに、そう、ちょっとね変わり種なんですけど、めちゃくちゃ美味しいんですよ。美味しい。ブラックペッパーとかかかって、食べたい。モカさんは？はい、私なんやろうな、あ、カレーですかね。あの東京行った時に、あの初めてあのカレー屋さんに行って、カレーとナンを食べたんですけど、もう美味しすぎて、行きたい。そう、また東京に行ったらちょっと行こうかなって思ってる。後でこっそり教えてな。あ、オッケー。教えてください。教えてきます。はい、ということで、このコーナーでは皆さんからのメッセージを募集しています。宛先は nmb@kbs.kyoto です。たくさんのお便りお待ちしています。それではここで NMB48 からのお知らせです。アーポンさん、お願いします。はい、私たちのニューシングル甘神姫はもう皆さんゲットされましたか？してるみたいですね。お、やった。まあ、でもまだという皆さんはぜひチェックしてください。その他私たちの活動については NMB48 オフィシャルホームページをご覧ください。祇園ラジオ NMB48 の放課後ニュース、お相手は私、モカこと林桃香と、アッポンこと沖田彩香と、ウーカこと加藤優香がお送りしました。バイバイ。バイバイ。それではウーカ、曲紹介お願いします。はい、 NMB48 で甘神姫。こんばんは。毎週この時間は NMB48 の放課後ニュース。今週は京都出身アンタンこといじりアンナがメイン MC を担当します。毎回 NMB48 のいろんなメンバーがゲストで登場してくれていますが、今週はこのお二人に来てもらいました。はい、岸野理香です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ココちゃんことナイキココロです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さて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 、今回のテーマはですね、最近しちゃった衝動買いということで、はい、しまくってるな。しまくってますよね。私とか結構漫画を大人買いすることが多いんですけど、3月ってツアーとかがいっぱいイベントだったりとか重なってたじゃないですか、はい、なのでそのアニメイトというところになかなか行けなかったんで、先日久しぶりに行ってきたんですよ。15巻ぐらい衝動買いしちゃいましたね。買ったね。買いますね。ありますか？コスメとかなんかやっぱり増えていくじゃないですか。そうですね、私はなんかネットでよく買います、服を。あー、見つけたら可愛いから、ね、はい、なるほどね。買いに行くんじゃなくてネットでよく買います。めんどくさいからそっちに終わらせちゃうこと多々あるわ、ね、私も。ほんでサイズ感間違えたりするんだな、気をつけて。最近さ、はい、ネットで思うねんけど、はい、一人暮らしとかしてると、はい、持ってくる時間に合わせて家にいなあかんことがめんどくさくなっちゃって、うん、あー、そうそうそう、確かに。なんか今最近時間指定とかできますよね。うん、できるできる。でもなんか時間指定とかしてなかったらほんまにいつ来るかわからないから、ずっとそわそわしながら待つみたいな。そう、なんかしかも時間指定してても、うん、なんかその日にそこにいるかなんかわからへんやんか。そうなんですよね。そう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 、そういうのが結構あるよな、ね、時間指定がめんどくさいということで、うんうんうん、ということで NMB48 の放課後ニュース、このコーナーでは皆様からのメッセージを募集しています。宛先は nmb@kbs.kyoto です。それではここで NMB48 からのお知らせです。リカさん、お願いします。はい、私たちのニューシングル甘神姫はもうゲットされましたか？まだだという皆さんはぜひゲットしてくださいね。その他私たちの活動については NMB48 オフィシャルホームページをチェックしてください。祇園ラジオ NMB48 の放課後ニュース、お相手は私、アンタンこといじりアンナと、岸野理香と、ナイキココロがお送りしました。バイバーイ。
それではココちゃん曲紹介お願いします。はい、では聴いてください。 NMB48 で天神姫。こんばんは。毎週この時間は NMB48 の放課後ニュース。今週は滋賀県出身ケイチこと城西ケイがメイン MC を担当します。毎回 NMB48 のいろんなメンバーがゲストで登場してくれていますが、今週はこのお二人に来てもらいました。はい、チーム M のサイピーこと村瀬サイです。お願いします。お願いします。そしてはい、サラランこと竹井サラです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。二人ともチーム M から来ていました、はい、よろしくお願いします。お願いします。それでは今日も行きましょうか。はい、はい、今日はですね、メッセージをいただいております。おまずラジオネーム朝尾さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。皆さん、もしも急に明日の予定がお休みになったら、その休日をどう過ごしますか？わー、急ですね。明日？ちゃんと過ごすそう、さえちゃんとか特に。本当ですか、うん、でも私はめっちゃ計画性を大事にしてて、すごい。そう、なんか結構前もって準備したいんですよ、うん、なんか明日はどこ行こうみたいな、うんうん、だから急になるとどうしようかな。そういうことね、ありますね。めっちゃ考えます。普段何してんの、お休みの時？お休みの日は、まあ、家族が休みやったら一緒にどっか行ったりとか、うんうん、おばあちゃん誘ったりとか。おお、仲良しのおばあちゃん、いいね。いいですね。映画とか見に行ったりして。素敵、うん、無駄にしてなさそう、さっき。無駄にはしたくない、うん、サラランは、はい、私めっちゃ無駄にします。あ、そうなの？意外やな。決めるんですよ、したいことは決めるんですよ、うんうんうん、結構前から決めるんですけど、うん、寝ちゃうから、うん、やり始めるのが夜の9時からとかなんですよ。あ、夜行性なわけ。夜行性なんですよ。そうなんや。なんかいろいろさ作ったりしてるよな。はい、お菓子作りたいです。あ、お菓子。そうです。すごいいいやん、いいやん。持ってきてよ、作ったら。あ、作ってきます。いいね、いいね。私はでも私が一番だらしないと思う。そうなんや。もう一日中寝てるから意外。本当に夜中まで、だから多分起きひんな一切。あ、でも一生寝とく。そうそう、でも最近やっと計画はできひんけど、うん、起きれるようにはなってとりあえず12時ぐらいにはちゃんと起きて、うん、ぼーっとテレビ見たりはしてる一応一緒やん。寝てても起きててもな、ぐーたらで一緒やねんけど、まあなんやろな、皆さんやったら何がいいやろ。なんかでも劇場へ来たら公演もやってるし、いろいろあるもんな、うん、そうですね。そう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 、うんうん、しかも握手会とかもやってるしね。ぜひ、ね、皆さんは NMB48 の劇場担当に遊びに来てくださったら嬉しいです。お願いします。 NMB48 の放課後ニュース。このコーナーでは皆さんからのメッセージを募集しています。宛先は nmb@kbs.kyoto です。それではサイピー、お知らせをお願いします。はい、私たちのニューシングル天神姫が好評発売中です。皆さんぜひゲットしてくださいね。その他私たちの活動については NMB48 オフィシャルホームページをチェックしてください。祇園ラジオ NMB48 の放課後ニュース、お相手は私ケイチこと城西ケイと、サイピーこと村瀬サエと竹井沙羅がお送りしました。バイバイ。バイそれではサララン、曲紹介お願いします。では聴いてください。 NMB48 で天神姫。祇園ラジオ KBS 京都がお送りしています。